ではちょっと服のダンジョンに、行きたいので墓場に来ました。図書館で調べた情報ですね。中央下、これを下に押して、いや押せねえじゃねえか。中央下、これで左下を左下ってどれだよ、これかで上で右で上か。なるほど。服のダンジョン、話す。ようこそ服のダンジョンへ。門番、奥に進むのは魔法の粉が必要。売ってあげる。いらん、持ってる。39個増えてるかな。どういうこと。一応開いたな。あー、これは聞き取れない。色を合わせろってこと。ん、ちょ、右でもいけるっちゃいけるな。なんだ、わかんねえ。おおおお、めっちゃボヨンボヨンするんだけど。ちょ、ボヨンボヨンした後怒ってった。かなり特殊なダンジョンだな。爆弾落としてるし、一応進めるだけ進んでみる。あ、鍵がねえんだ。鍵が、まあ、まずここは進んでいく。こいつらは、あー、落とせってこと。しかも逆だね。ただ邪魔。あ、持てるじゃん。はい、どうだ。よし、宝箱。くちばしか。うん、またあれだな。とりあえず倒そう。で、た、から箱で、鍵で、くるりんぱと。あー、で、ここに出んのか。爆弾ゲット使っちゃおう。あれ、中ボスっぽいのがいる。この欲張り者め、さらに力を求めるとは。お前のような愚か者はこの墓の底で朽ち果てるがよい。いや、俺は常に力を求める。おお、ダメ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 だ。タイミング早くなって。よし、あれ回収したい。妖精をも取り込む、すべての力を。んで、そっちで倒す。どうだ、あっちにも。まあ、いっか。これは絶対あれだよ。色、月しところ叩くべし、すべて四角にて謎解けり。え、すべて四角って何。ここが2つ、隣り合わせのところが動くのか。こういうのすげえ苦手なんだよな。
色は何でもいいのかな。これいいねかなり適当だけど。け、小さな鍵が必要だ。こいつは倒して、こっこってこないかな。そんなに調子は良くないか。あ、妖精。ここはもうでも開いたまんまだよね。でここはできればこいつね、こうやって倒したい。あ、ただこれでもいい。力のかけら。お、落ちてくる宝箱。地図。一応これ一ダンジョンになってんのか。いて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 、待って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 、荒ぶってんだ。ほい、あとはお前だけ。ちょっと待って、よし、鍵 OK。 でちょさっきのところへ戻ってみるか。鍵がついてたところね。ここ開けて、どういうこと。あ、ボスの鍵を持ってないんだ。ここでもボスの鍵が必要なのか。もう少し探索するか。じゃあ赤くなるともう次崩れるね。いて、ケツが。ちょっと待って、こっちにも鍵。ここが最後ボスのところだったから、鍵をゲットするためにちょっと謎を解かなきゃいけないな。これだな。どうすればいいんだ。いや、これ無理じゃね。こういうシンプルなやつほど難しいんだよな。あ、なった。何にもない。もう一個のところ、あれ、粉なんて。でもさ、使った、粉使った記憶がないんだけど。どこで粉使うの。一応装備しとこう。青くすればいいのかい。魔法の粉ってもしかしてボスで使うとか。宝箱。あー、こっちなのに。多分ここあれだよね。ちょっと崩れる。あ、崩れそうだな。音が違うもん。てかまあ見た感じひび割れてるからね。ああ、なるほど。ちょ、地図上は大丈夫これ。パクってすげえ罠っぽいんだけど。いや、でもこれでただまただいぶ金が増えたな。ただ金の部屋だったけど。え、ちょっと待ってもう一箇所あったよね。その色揃えなきゃいけないっぽいところが。ここか。これ何色に揃えばいいんだ。新しくできてる黄色かな。てかさ、一回ずつ変わるんか。いや、わかんねえ。あ、
青になった。鍵が手に入った。何色でもよかったのかな。で一応ここ行こう。スライム野郎、俺たちがザコじゃないことを思い知らせてやる。お前の苦手なあいつに変身だ。剣など効かぬわ。え、魔法の粉か。じゃあそういうこと。ジャンプしたときにさ、攻撃しなきゃいけないっていうのがめっちゃくせえな。ほら、結構早い。よーし、所詮雑魚だったな。回復回復。確かに魔法の粉がないと無理だね。オッケー、これでボスの鍵でしょう。じゃあボスへ向かいましょう。ではボス部屋行きます。え、こいつなんだ。あ、安全安全。ドッポーン。さてどうする。フックショットにしてみる。あれを跳ね返すとかっていうわけではないな。なんか当たったな今。そういうわけじゃない。どうなってるどうなってる。復活振り出し。うせな。え、普通にさ攻撃しときゃいいのね。ゴリ押しゴリ押しだよこんなの。あ、ちょ時間稼ぎ時間稼ぎって。ゴリ押すお得意の。これでも中ボスもしかして。いやでもボスの部屋だったもんね。ああ、なんか妖精がいる。目覚めし死者リンクよ、よくここまでたどり着きました。あなたを資格あるものと認め色の力を与えましょう。あなたが攻撃の力を求めるならば赤、防御の力を求めるならば青、どちらを選ぶんですか。攻撃でしょうそりゃ。はいはい。もうちょっとな。妖精ちゃん可愛かったらよかったのに。赤い服を手に入れた。体に力がみなぎってくる。あなたを地上まで送り届けてあげましょう。ワープゾーンとか意味なかったな。何のために。やった、攻撃力上がった。すっげえ吹っ飛ぶんだけど。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。なんか強くなってる気がする。で結局次どこ行くんだよって話なんだけど、顔の神殿ってどこやねん本当に。こっちの方行ってみる。あ、違う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 、動物村の北って言ってたか。あとね一個ねちょっと調べたところ、一箇所行けるところがあって、ワープした方が早いのか。早いね。ちょっとタルタルコーチに行こう。でタルタルコーチからちょっとなんか遅いけど、あ、ここ副ショットでいけそうじゃん。まあいいや。こっちじゃなくて、あの滝降りて、まあ、そのまま右側に来ちゃったじゃないですか。で左側こいつのこれプクプクがいるけど、ここに行こう。でマンボウがいるけど話す。僕マンボウの子供
マンボタメゴロ笛持ってる、あるよ。一曲教えてあげる。ありがとうございます。マンボウのマンボウ覚えた。水の外から出たら吹いてみよう。島のあちこちにあるワープポイントへワープできるよ。これダンジョンの中でも吹いてみてね。マンボウ池にワープできるようにしてあげる。お、いいね。超ありがたいやつだこいつは。本当にさらばだ。じゃあ陸に上がって、これどうやって帰るの。お、いいね。マンボウ、こんな曲だったっけ。おお、すげえ。これは便利だってか、左側何にもねえ本当に。これはガチで便利。動物村行きましょう。よし、で動物村の北って言ってたよね。だから、あ、だこっちだよ。ここの今なんもない地図に載ってないところさ。でマンボウくんはもういいから、どっから行くんだ。引いて、あ、こっちから泳いで、ちょっと待って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 、こんな狭いとこに。多分これさ、ここじゃないよね。ここのすぐ北と南に神殿がある。南に行け。あれ果てた古代の遺跡。あ、でもやっぱこっちでいいのか。この狭いところ、目ん玉太郎。おお、南の神殿杖分裂させない。こいつは絶対なんか蘇ってくるっしょ。え、何これ。あ、やっぱり触ると復活するのか。硬い。え、攻撃力を持ってしても無理か。ただ吹っ飛ばすことはできる。倒せない、爆弾とかで倒せないかな。邪魔だ、行って。だいぶ減ってしまったな。ここか、特に何にも出ないけど。南の神殿、いやー弓矢か、どうする。必要、ちょっと待って、帰りたい、帰れない。まあいい、あ、これ系か。後ろを取らなきゃいけないよね。え、そういうわけでもない。ちょっと縦が弾き取れるわけではないかな。なんだ、弱点が分かんねえ。いって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 、ピンチだ。もう一発食ったらちょっと回復しよう。本当に分かんねえな。なんだ、爆弾受けってことか。ちょっと待って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 、死ぬ死ぬ死ぬ。妖精、妖精全回復はしない。そう、妖精は毎回全回復しないんだよね。なんだ、どこ狙えばいいんだ。
どうする？魔法の粉をかけるわけでもない。絶対ない。それはない。スコップ爆弾。いやー、フックショットくらいしか考えられん。あ、なんかでも地面があれになってない。なんかどん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 崩れてってないか。ほら、え、違う。倒し方がわかんねえ。ま、というところで、じゃあちょっと今回はここで終了したいと思います。ちょっと倒し方調べてまた次回やっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。